おはようございます。なんか今日は暑い。いつもはストレッチしないけど今日はしようかな。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ございます。来ました。あ、これはアルマポットです。無印で買いました。これも無印で買ったアロマオイルです。これはね、柑橘系の香りです。お父さんとお母さんに誕生日に買ってもらったペンギンのペンちゃんです。ほら挨拶して、ほら挨拶して、挨拶して、こんにちは、ペンギンのペンと言います。リカさんの抱き枕として頑張って仕事をしています。早いなぁ。もう5年以上使ってるけど何度も何度も洗濯してるので綺麗な子です。これはもともとおばあちゃんとおじいちゃんが使ってた時計でもらったので今も目覚ましに使ってます。これはメガネ市場のメガネです。フリーフィット FFT1003 です。いつも3のバランシングフォーム R 洗顔料で顔を洗っています。泡で出てくる洗顔です。いつもなんかすごいボトボトになっちゃう。洗面所で顔洗うの難しいんだよな。はい、洗いました。スキンケアは朝は化粧水とクリームだけにしてます。ニアトが首につくので首まで塗るようにしてます。愛犬の月ちゃんです。じゃん、これが私の一人の時の朝ごはんです。じゃじゃーん、これが私の一押しの納豆です。しそのり納豆です。はい、一人でご飯を食べるときは朝も昼も夜も大体納豆ご飯です。でも今日はこれ明太子切ったやつもあります。いただきます。おいしい。うん、ご飯が大好きです。チュピちゃん待ってね。うん、麦茶が大好きです。昔ね、このね、納豆のこういうペラペラの紙についてる納豆豆がいっぱいついちゃって、お母さんがいっぱいつけてて、それ残すのかわいい、納豆さんかわいそうだよってお母さんに言ったら、リカもご飯粒いっぱい残してるのかわいそうだよ、ご飯粒さんがって言われてから、もう絶対お母さんにご飯粒のこと言われるもんかと思って、ご飯粒は絶対一粒も残さず食べます。食べる時のさ、あの食べてる音をさ、みんなに聞かせる動画ってなんだっけ？ R… RG?
HG。 ほんとこれ美味しいからみんな食べてみてね。知ってからこれしか食べてません。嘘、黒ずみ納豆もたまに食べるけど。ごちそうさまでした。はい、さすがになんか変な T シャツで仕事はちょっといけないので、こういう普通のノーマルな T シャツに着替えます。じゃあ髪の毛やっていきます。いつもこのタンクルティーザーっていう櫛で髪の毛解いてます。私の髪の毛本当に絡まりやすいので、これじゃないと全然解けないんですよね。巻けました。こんな感じです。はい、これが私が毎朝やってる朝の支度になります。これはなんか古着屋さんで買ったブラウスです。このデニムはもう結構長いこと履いてるローハーマンの、確かマザーっていうブランドのデニムです。このバッグはシアタープロダクツっていうお店のバッグです。じゃあ今日はこれでもう仕事行かないといけないので終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。じゃあ行ってきます。